が本気で勉強するので自分も頑張ろうというふうに思えて、努力をし続けられる環境が整っていると思うからです。長野ゼミのいいところは自分が成長できる環境にあるところです。一人一人が資格試験に向けて勉強したり、志が高いメンバーが集まっています。そのため自分のモチベーションも上がり、自己の成長につながると思います。長野ゼミのいいところは本気で英語を学べるところです。先生をはじめ先輩方からたくさんの英語の指導を受けることができます。長野ゼミのいいところはタイムマネジメント力がつくことです。ゼミの課題や資格の勉強をこなすことで隙間時間をうまく使えるようになります。のいいところは縦と横のつながりが非常に強いところです。例えば外堀校舎の7階で学年関係なく勉強したり、勉強のやり方を共有したり、勉強に関係ない話をしたりします。のいいところは就職に強く、長野ゼミ内で先輩による就活指導を非常に多く行っていただけます。また歴代のゼミ OBOG と話す機会もたくさんあり、先生とのアドバイスも非常に心強いでございます。長野ゼミの良いところは勉強の意識を高めることができるところです。ゼミ生全員が英検準1級合格などの共通の目標を持っていることや、各々が高い目標を持っているため切磋琢磨し高め合うことができるからです。